浪監督、素晴らしくないコメント。梅津が5回2失点、この間、そこそこいいピッチングして、球自体は力があると思うけど、四球が絡んで、もったいない点の取られ方をするのは、梅津の課題でもある来年のローテーション入るためには、自分の課題として、今日で最後になるけど、やってほしいなと思う。打線が4併殺、本当に今年を象徴するような、これだけみんなが応援に来てくれている中で、申し訳ないような試合になった。最後にダイソー小田が盗塁失敗で、うちで今、ダイソーで走れるのは、チーム内を見ても小田しかいない、痛いアウトだけど、あそこでスタートを切ったことが、これから投手の癖も配球も、こっちも走らせている。これはベンチの責任でしょうがないものだけど、これだけは経験を積んでいかないと、なかなかああいう場面で走れない。今後に生かしてほしい。うちで今、ダイソーで走れるのは、チーム内を見ても小田しかいない。加藤翔平は、樋口は、2軍で経験積ませろ。安定してお気に入りのコメントは甘いタッツは本当にわかりやすいよ。小田とか中島ってお気に入りのくせに全然スタメンで使わなかったような小田はダイソーの選手、中島は代打の選手って勝手に決められてるみたいに。というかマジで走塁練習小田一人でやってるからな、コーチも仕事してないから立浪わかってんのかな。小田牽制アウト4回、牽制飛び出し5回、一度相手のミスで盗塁に、1軍2軍合わせて8盗塁、8盗塁した津波にはこれが年間通してダイソーの切り札に見えるらしい。小田しかいないって。2軍でできるようになってから出てくれよ、そのために育成で取ったんじゃないの。谷もおるやろ。あとシーズン残り2試合しかないのに。